2011年3月11日午後14時46分、東日本大震災、障害のある私たちは訴える、予告編。18684人、東日本大震災における死者・行方不明者数。障害者の死亡率2倍。障害者の死者が2倍以上という事実。障害のある人たちの生と死を分けたものは何だったのでしょうか。震災、津波、原発事故と向き合い生きてきた当事者と、それを取り巻く関係者の生の声には、障害がある人もない人も共に安全に暮らせる社会を築くための知恵があります。発達障害、精神障害、視覚障害、知的障害、肢体不自由、聴覚障害、盲瞋、内部障害。全盲の長沼さんは病院勤務中に被災しました。全盲の奥さんの千春さんと息子の千尋さんは共に行方不明になったままです。長沼さんの町は津波で流れ出た油で炎上しました。だから私は見えないからちょっと分かんないんですが、見える人から見ると周りが火の海になっても、煙が窓の隙間から建物の隙間に入ってきて、もうそこで多分終わりかなというような感じがしてましたね、ずっと。宮城県女川町の菅野悟さんは生まれつきの聴覚障害者です。揺れが収まった後、部屋に散乱した家具や物を片付けていました。放送は一切聞こえず、そのまま津波に襲われました。揺れた後、津波が来たが聞こえなかった。水が押し寄せてきて首のところまで来た。窓ガラスが割れたので、そこから出て家の2階に上がった。いわき市の佐藤正明さんは、全身の筋肉が萎縮する筋ジストロフィーにより人工呼吸器と車椅子が必要な生活でした。作業所での仕事を終え、ヘルパーが来る1時間前に津波に襲われました。近くに住む親族が駆けつけました。彼を避難させようということでベッドから起こして、車椅子に移乗した途端に振り返ると、自分のそのうちの屋根を越えて波が来るのが見えたそうですね。で、あ、津波が来るって言った瞬間に佐藤正樹さんはもう諦めましょうってポツリと言った瞬間に波がどーっと3人を襲った。障害のある人もない人も、みんなが命を守り安心して暮らすことができる町とは、そして障害者にとっての防災のあるべき形とは。だから車椅子の障害者であっても、やはり周りの人と交流を持つ、いろんなところに社会参加していくことによって、あそこには車椅子の人が住んでるんだなということを普段から知っていただかないと、いざという時に、また普段のコミュニケーションがないとですね、いくら大災害があってもあの人はどうしてんだろうかと、心配されない、心配してくれないということじゃないのかなと。いざとなったら隣近所の力しかないんですよ。緊急時に逃げながら、津波が来るっていうことを知ってて逃げながら声だけをかけられます。津波来たから逃げろとか、あるいは動作でですね、早く早くっていうことはね。誰もが地域の中で共に支え合って暮らすことができる社会。しかしその一方で、それとは逆の取り組みもあります。精神障害者や知的障害者の家族が住むために作られた仮設住宅です。普通の仮設住宅では難しいですよね。本当に難しいんです。階段あるところがダメだしね、近所近いとダメだしね。
だからここは本当はね、ずっといられればね、一番気が楽なんだけどね。少々騒いでもみんなね、うるさくないよって言いながら、暮らしてるので。災害が起きた時に障害者の生と死を分けるものとは、障害者が地域の中で健常者と共に暮らすために必要な支援とは、障害があるがゆえに亡くなられた事実を受け止め、当事者関係者の語りを大切に記録し、広く世界に伝えていくことは今を生きる私たちの責務でもあります。東日本大震災、障害のある私たちは訴える。2013年2月完成。